では。はい。あれ？はい。こんにちは。梅チャンネル、これから始めていきます。皆様お仕事お疲れ様です。今日はですね、私松原美里の特別ゲスト、ちゃかちゃーん、まさこさんを呼んでいます。どうもー。こんばんは。こんばんは。どうも。どうも。まさこさんは今日何番だったんですか？今日は8時15分番です。8時15分番。中番ですね。はい、はい、そうです。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。もう子供とプールに入って、もう髪の毛もこんなで、顔もこんなでごめんなさいって感じですけど。美しいですよ。ありがとうございます。ね、暑い中でお疲れ様です。本当に今日は暑かったね、すごくね。ね、暑かったですよね。プールに入って、まあ、子供たちとかき氷を食べて、いいですね。夏を満喫しております。夏、いいですね、はい、いいですね。ナイス。はい、というわけで今日は梅チャンネルのテーマを、さまざまな保護者がいる中でどんな風に心を通わせていけるといいのかっていう、そのやり方をね、すごく模索している方が多いなという風に、保護者対応の研修ですとか、あといろんなところでコミュニケーションに関する研修をやってる中で、すごく保育者の戸惑いを感じる今日この頃なんですね。はい、はい、でそんなわけで、私も普段保護者のどんな風にかけたらいいかって伝え方のところはやったりもするんですけども、やっぱりその模索をしていくっていうところ、一緒に作っていくっていうアプローチがすごく雅子さん素敵だったので、後ほどじっくりとお話を聞かせてもらいたいなと思っております。はい、はい、でまずはこの番組を見ている方の中には、保護者とのやり取りっていうところの大前提を一緒に共有をした方がいいかなと思う場合もあるので、もしかしたら保護者が見てくださってるかもしれませんし、保育の学生さんが見てくださってるかもしれませんし、昨日研修でお会いした大津のね、研修でお会いした方も見てくださってるかもしれませんしっていう中で、で保護者って一体どんな存在なのかっていうところを一回おさらいをしたいなと思ってるんですけれども、はい、そうですね、まあ、事例としてお話ししたらいいかなと思うのは、私は保育園に最初に勤めて、でそこで子どもたちにいろんな子どもたちがいるなってことを思ってですね、なんか元気な子どもたちとちょっとこうなんとなく影があるような子がいてですね、でその元気のある子どもっていうのは割と保護者が元気に迎えに来てくれたり、ああ元気だったかって、今日どうだった今日保育園はって言ってきてくれて、でいやお母さん今日はねって喋りながら帰ってくるんですけども、そのなんか元気がない子どもの方っていうのが、なかなかお迎えの時間になっても迎えに来ない保護者で、なかなか来ない中で時間が過ぎていって、でその時に電話をかけるんですね。お母さんお迎えの時間ちょっと過ぎてるんですけどもっていうふうに、でそうすると電話の向こう側でじゃんじゃんバラバラね音が聞こえてきて、って何ですか、あお迎え、あ分かりましたって、でその後ろでですね、おめでとうございますみたいなね声が聞こえるわけですよ。でお母さんもしかして駅前のパチンコ屋さんにいるのではないでしょうかっていうような出来事がありまして、ざわざわするんですね職員が。で、まあ、すごいお母さん迎えに来るんですけど不機嫌な感じだったりして、でああって、もしかするとお母さんの関わり方で子供なんとなく自分のことをなんか迷惑者というかこう厄介者っていうふうにお母さんに思われてるような節があるのかなっていうふうに子供自身が受け止めてしまってる、子供のセルフイメージがそうなってしまうところもあるのかなっていうふうに感じたところがあったり、あと児童養護で私が勤めてる中では、やっぱり児童養護って子供は特にこう変わりはないんですけれども、保護者の方にいろんな事情があって、でその中で例えば1週間に1回会いに来るよって、1ヶ月に1回会いに来るよって言って約束をしたけれども、保護者が会いに来なくなっちゃったりするケースがあるわけですよね。雅子さんも前職が児童養護なのでいろんなケースあったと思うんですけれども、でね、こう1ヶ月に1回しか会えないってなってるのにもかかわらず親御さんが来ないって約束ぶっちしてしまうっていうケースがあって、でその時に私が関わっていた子どもが、ね、すごくあんまり表情が現れない子どもがいたんですけれども、
その子がなんかこう3回目に約束をブチされた時にうわーって初めて泣いたんですよね。で泣きながらわーって洗濯機の隅の方に入っていってあーって言って、僕なんか生まれてこなきゃよかったんだって、僕はお父さんにとっていらない子なんだっていう風にね、泣き崩れてこうわーってなってる姿を見て、なんかこう自分の存在っていうのを決めるのがやっぱりその親の関わり方だったりあり方だったりしますしね。その子供にどんな声をかけてあげたらいいのか、私たちは子供をサポートしたい、 できれば子供のために何かやりたいって思ってるんですけども、やっぱり子供の一番のチャンネルは親なんですよね。その親御さんの次のチャンネルにはもしかしたら先生だったりそういう支援員だったりっていうのはなれるかもしれない。その後出会ってくるお友達っていうのは第3のチャンネルになるかもしれないけれども、やっぱり親御さんの存在が一番大きくて、そこの関係性をいかにつないでいくことができるかっていうのが子どもの成長支援する鍵になるなと思って、私は保護者の支援がしたくてコーチングとかそういった学びの世界に入ったっていう経緯があったんですね。でそんなわけで保育園に施設長としてもう一回勤め直した時にも、やっぱりその保護者っていう存在がすごく私は愛おしくって、でこの方が子どもの、ね、心に火を灯してくださる方なんだなと思って、とてもあの日々のやり取りの中で声かけを一生懸命したりですとかね、挨拶する中で雑談したりですとか、お母さんどうされてますかってね声をかけたりもしていたんですけれども、やっぱりその地域だったり、あとそのご家庭の状況だったり、あとその親御さんが立っている立ち位置によっても、そのご家庭の状況って変わりますよね。例えば本当に生きていくのでやっとっていう状況の中で子育てされている方にとってみると、保育園っていうのは本当にありがたいところなんですけれども、子供を預けてもらったらもうあとはひたすら仕事したい、もうできれば振り返りたくない今はって言って、もうひたすら子供預けて迎えに来たら帰るよ急いでってね、いいから泣かないで、本当に急いで、お母さん急いでんの忙しいからって言ってね、でこう駆り立てるように帰っていく方もいらっしゃるわけじゃないですか。でそういう中で、まあ、あの余裕がね少しでも持てるように声かけをしていったりはするんですけれども、全国の事例を聞いているとやっぱり外国の保護者の方が増えてきている地域もあって、でそうするとお便り帳に何か書こうにも言葉が通じない、でなかなか帰ってこない、で声をかけようにも言葉が通じなくって、身を見よう見まねでその国の言葉話してみるんですけども、なかなか言葉が通わなくて子どもの様子を共有するのも難しくってっていうケースもあったり、忙しすぎてお母さんどうですかって聞いても、あ、まあぼちぼちやってます帰るよでそれで終わっちゃったりですとかね、中にはもうちょっとこうイライラされていて、どうなってるんですかっていうふうにこうね、やっぱり突かかってしまったり、なんかこうやっぱり責任を保育園の方にぐっとこう持ってくるような形で、忙しさからなんとかこう抜け出せないだろうか、なんとか今をやりくりできないだろうかって必死になってらっしゃる方もいらっしゃるということなんですよね。うん、それはありますよね。あります、ありますよね。手に取るようにわかるね、お姉ちゃんが言ってることが ね手に取るようにね。で本当にいろんな現場で先生たちがどうやったら歩み寄れるんだろうって思いながら試行錯誤をされていて、でそういう中での本当に雅子さんのね事例のお話なんですけれども、これはなんでこの事例のお話になったかっていういきさつを言うと、去年のね、あの保護者と関わる、あの保護者、難しい保護者と関わるっていうにはどういうふうにしたらいいのかっていうことで、実際現場の先生たち何人かにアンケートを取らせていただいて、難しいって思うケースってどんなケースありますかって、でそこに対して先生たちどんなふうに関わってますかって、そこが心が通ったきっかけってどんなものありますかっていうことで、いくつかのねケースを聞かせてもらう中で、すごくあの雅子さんのケースがなんかいろんな園で頑張っている先生たちのいいあの気づきのきっかけになるんじゃないかなって思ったので、今回はご紹介をさせていただきたいなと思いました。はい、ありがとうございます。ぜひぜひ聞かせてください
そうですね、いいですか、喋っても。よろしくお願いします。やっぱりあのコミュニケーションそのものを面倒だと思う保護者の方は、保護者だからというよりも、人と人間関係が世の中そうなっていますよね、今はね。で、なんとももうメール一つでもうちょっとしたお礼にしろ、もうそのメール一本で済んでしまうところで、わざわざ対面で話すということに慣れていらっしゃらない方が多い。そういう中で、ましてやその外国人なんていうと、本当にこう関わりたくない、もう必要最低限のところで保育園に子供を預ければそれで全て保障されると。もうご飯も食べさせてもらえる、友達とも遊べるし、そこそこ楽しい安全な生活が保障されるんだっていう思いでもう預けて終わりで、こちらがもうちょっと話しかけても、もう急ぐのでっていう感じでもう行かれる方が多い。そういうところで私のクラスは、約4分の1が外国人なんですね。すごいですね。そうなんです、たまたま多くて、で、そういう中でなかなか伝わらないなと、お便りなんかもこまめに出すんだけども、日本人でもやっぱりそういうの読まない人は読まないですよね。出したのに読んでないよって人は読むだけで、ああもうめんどくさいっていうだけで、でましてや外国人なんていうと当然そんな日本語が漢字が並んだものってやっぱり読みたくないですよね。で、このね、やっぱり言葉も自分自身がこう自信がない、それほどそんな通じないわけじゃないんですよ、上手に話されるんだけども。 でもやっぱり私は日本語が苦手だから、恥ずかしいからっていうことで拒否をされる方が多いよ。だから懇談会なんかはますます来づらいんです。たくさんの保護者が集まる中で、やっぱり日本人が多い中で自分だけが外国人、他に外国人の方もいらっしゃってもやっぱり日本人が大半だから、その中で身を置くこと自体が苦痛っていう方が多いんですよね。アウェーですもんね。アウェーです、完全アウェーです。完全に、そうなんです。で、懇談会なんていうと何か喋らなきゃいけないんだろうなっていうことを予測されるので、ますます行きづらい。で、保育参観なんかも一緒ですよね。そうですね、そういうのも同じですよね。なので、もう本当にとにかく参加しなくていいように理由付けを考えてくる。そっちありきなんですね。やっぱりお仕事があるので、上のお姉ちゃんの学校の行事がなんとかでとか、そういうことを言ってこられる方は多いですね。なので、私が最初に思ったのは、もうやっぱりもう外国人だからしょうがないなと、言葉も伝わらないだろうし、相手の方も当然嫌だろうし、私が例えば全然違う外国に身を置いてもきっと同じだろうと、もうこれは言葉の問題だからしょうがないんだろうなと思ってたんですけども、ある時よくよく考えてみると、そういうその懇談会の出席率の悪さっていうのが約半数しか来てくれていなくて、懇談会に外国人の方だけじゃなくて、そうなん、日本人の方も来てくれても来ていない。あらら。そう、これはもう私が外国人だからっていうせいにしてた、もう勝手な私の思いだけで、そうでなくて、やっぱり保育士側の発信の仕方が悪いっていうのと、思いが伝わっていない。そう、大きな原因があるんだろうなと。思いが伝わらないっていうことは、当然話しやすい雰囲気がないっていうことですよね。なるほど。だから、これはもう私の方に問題があると思って、外国人、日本人関係ない、皆さんに対して私自身が発信の仕方を変えていかないといけないと思ったわけなんですね。なるほど。そこで最初に取った手段が、お便りを手書きで書くということです。手書きで、は当たり前ですよね、活字でね、綺麗に打つのは当然なんだけども、とにかく手書きでちょっと字を大きめに、そして私の下手なイラスト入り、その下手なイラストがまたちょっといけるみたいで、かわいい下手なりにこう、こっちも必死なんだという思いが伝わってるみたいで、それ
がまた良かった。人間らしい、なんかこう、愛嬌が、ね、出たんでしょうかね。そう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 、目を引くんですよね。あ、なんだろうこれっていうか、で呼んでくれるようになって、で、もなおかつシンプルに、周りくどくこうくど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 とこういい言葉を並べずに、本当に、日頃の子供たちの姿をできるだけこうドキュメンタリーな感じで、ドキュメンタリーな感じで、うん、もう子供の言葉、会話ですね。あ、こう追いかけると、こんな風に子供が言ってきた、あ、次の子はこういう風に言ってきたと、もうこんなやり取りしてますよっていう、本当にもうその現場が目に見えるような感じで書くんです。お、そういうのがなんかこちら側の保育の公開っていう形になるんですよね。はほとんどしていない、大した内容でもないけども、日頃の何でもないトピックでもない、行事でもない、特別なことでも何でもないことを書く。特別なことじゃないことを書く。そう、日常ですね。日常、そういう中で子供がこんなこと言ってましたよ、こんな言葉返ってきましたよっていう話をするのが、なんかほんわかするんでしょ。それでやっぱりだいぶこう、そのクラス頼りっていうのがちょっとこう目を引くようになったっていうのは良かったかなと。思いますね。あ、言われてみると園頼りとかね、そのクラス頼りって先生の思いが強ければ強いほど、なんか受け取れよっていうような、ちょっと押し付けがましい感じにそうなりがちなんですよね。だからいい言葉を、ね、はい、並べようとすればするほど、その力みが伝わって、力み、あ、もう分かりました、はい分かりましたっていう感じになるんでしょうね、きっとね。疲れてるんで結構ですみたいな、うん、なっちゃうんでしょうね。保護者だったらっていう立場で考えると、それはよく分かりますよね。あ、確かに、くどくどと言われると、もう、はい、もう、はい、分かりました、はい、はい、っていう感じに、あ、そら嫌だわと、あ、そら嫌だわと確かに、それはすごく感じましたね。その周りくどくとか、その押し付けがましいとかよりも、本当の目的って何なのかって考えた時に、雅子さんはその時の一番の目的、目標は何だっていうふうに捉えたんですか？もう当たり前のことをもう自然に書く。当たり前のことを自然に書く。そう、もう自然の姿をそのまま、今日こんなでしたっていうだけのことですね。それを書くことによって、うん、なんでそれを書こうと思ったんですか？もうやっぱりその、はい、日々の自然な姿っていうか、自然な情景を分かってもらいたいっていうところですかね。あ、こっちも別にそんな構えてないんですよ、私だってこんな下手な絵描いてかっこ悪いんですよぐらいの、そういうなんかちょっと力を抜いた感じで、まあ、ある意味さらけ出すというか、まあ、さらけ出すところまではできてないかもしれないですけどね、できるだけ自然に、あまり構えないところを分かってほしいっていうのかな。構えない、うん、それがこう相手も構えさせない風になってくれるといいなという私の願いですね。あ、それがまあ一部の方には伝わっているかなと信じてやっているところです。あ、構えないっていうのは、すごいキーワードかなと思っていて、ね、ちょっと今私思い浮かんだのが奥田民生だったんですよ。奥田民生、あ、はいはいはい、そんなにあのファンとかではないんですけど、あ、仲良し保育園からなぜ、ちょっとこれ保留にしときます。保留、はい、うん、はい、失礼しました。はいはい、はい、で、あの、そうそう、かっこつけるっていう人が多い中で、奥田民生さんってなんかすごい人気ずっとありますけど、なんかその自然な力の入らない姿みたいなところにすごく共感が寄せられてるっていう話を聞いて、で、確かに社会で生きてると人ってなんかこう傷つかないようにとか、自分をよく見せようとしたりして、良かれと思っておしゃれしてみたりとか、なんか強がってみたりとかしますよね。でもそれをあえて自分から脱ぎに行ったっていうところが、雅子さん腹座ってるわと思いました。もっと脱がないといけないですね。もっと脱げる、うん、
お、まあでも、はい、保育園の難しいところってそこですよね。児童養護施設の時はもっと脱いでましたね。あ、もっと体当たり的にやってたけど、やっぱり保育園っていうのはね、まあ、あくまでも保護者の方のもとでお子さんもいるっていうところで見守らないといけないし、まあ、養護施設も一緒なんだけど、距離感が、ね、ありますからね。やっぱりそれはありますね。私も実際児童養護の時はビキニでしたね。カバーするとか、あの貝殻ですかね。貝殻の方かな。川で着替えたりしてね、多摩川でね。まあまあいいんですけど。でもそのやっぱりね、あの保護者があっての子供で、児童養護よりも姿が見える保護者ですよね。 できれば保護者と子供をつなげることが一番の成長の支援だっていうふうになった時に、すぐそこにいるからこそ近づいてほしいけれども、近くにいるんだけれどもなかなか心がこちらを向かないってもどかしさがあった時に、そこに躍起になるんじゃなくて、あえて力抜いてみちゃうっていう。そうですね。それが面白いアプローチだなと思いました。うん。やっぱりそれでも、はい、ダメな人はね、まだまだ心は開いてくれないですよね。懇談会にも来てくださらないし。あ、なるほど。嫌がられると思うんだけども、結構しつこく誘うんです。結構しつこく誘うんですね。お母さん、来て、来て。何か喋らさなきゃいけないとか思ってないし、何も喋らなくていいから、ただいるだけでいいからちょっと来てと。あ、ね、その動画を見せるんですよね、懇談会でね。写真じゃなくて動画、それもやっぱり特別なものではなくて、はい、日常、もう食事の場面とかお着替えとか、もう本当に日々の生活の場面を動画で見せるんですね。動画はいいですね。動画すごくいいですよ。で、あ、動画を見せてくれるんですかっていうので、そこに引きつけられて来られる方もいらっしゃるけど、それでもやっぱり、いやいやでもごめんなさいっておっしゃる方もいるんですね。で、やっぱりまあそれ以上の無理強いはやっぱりできないので、そういう方には、はい、あのお迎えにいらした際に個別でパソコンでちょっと何時間ある、はい、って読んでパソコンでそこで見せたことがあります、その方だけ。なるほど。でするとすごく喜んでくださって、うーん、でやっぱ個別だとなおさらその子の場面をこう大きくして見せることもできるし、あ、確かに確かに、ここになってもそこだけをこうフォーカスを当てて解説付きで伝えられる。そうそうそう、贅沢ですね。これこそあのドキュメンタリーチックに話せるので、いいですね。それを見てもらった時すっすごく喜んでもらえて、ありがとうございましたって言ってくださって、やっぱりそこまでの思い、ちょっとしつこいかもしれないけど、もう個別で動画を見せてまでっていうのはすごく喜んでもらいましたね。あ、確かにやってみる価値はあるかと思います。動画を見る時間もないと言われればそれまでですけどね。見る、あ、じゃあ見ますとまで言ってくれたので、それはまあ、あのちょっと兆しがあるっていうことですよね。そうですよね。はい、ちょっと私です。その後あの雅子さんのやってくださったそのアプローチの中で、写真を、なんか日常の写真をクラスに貼ったんでしたっけ？そうそうそう、はい、あの保育の写真も貼るけども、はい、こちら側の、 その保育の公開ばかりじゃなくて、はい、ご家庭からのそれもやっぱり日常ですね。わざわざ旅行へ行ったよ、お出かけしたよ、ディズニーランド行ったよ、そんなことじゃなくていいんじゃなくて、うん、もう本当にお家であの夕飯のママのお手伝いはこうやってしてくれてますとか、はい、お母さんのお家でゴーヤが取れました、ゴーヤはちょっと苦いけどでもあの炒め物にすると食べるんですよとか、あ、パパと一緒にあの今日は車を洗ってくれてます、ママはそれを見てるだけですとかね、そういうコメント添えて、コメント添えて、うん、それは写真に書き込んで持ってきてもらうんですか？ね、コメントを書いて、あ、コメントを紙で別添えで、あの方は私がわざわざまた書き直して分かりやすく書いて、あ、なるほど、っていう感じで貼っていくんです。
それいいですね。コーナーみたいなのを作って。壁にちょっとこう、スペースを作って。そうなんです。嬉しいですよね、絶対。そうね。でもね、もちろんそれも園長に許可をもらってこういうことをやりたいんだと伝えて、はい、あ、いいんじゃないの、やっていいわよって言われてやってるんだけども、はい、やっぱ学院の中ではやっぱり個人差が出るんじゃないかっていう意見はあるんですよね。あー、なるほど。さっき梅ちゃんが言ったように、その全く反応のない保護者っていうのは、そんな写真なんて、そんなもの出す気ももちろんないし、やる気もないし、掲示されてるものを見る、そんな興味もやっぱり持たれないという方も当然いらっしゃいますよね。なるほど。やっぱり個人差は出る、うん、でその個人差っていうのが子供に響いてしまう場合がありますよね。あ、自分の親がを出してくれたと、 あそこに飾ってある、はい、愛されてる感がすごくあると思うんだけども、はい、うちのママはそういうのは持ってきてくれないんだっていうふうに思ってる子どももやっぱりいるんだろうなと、ちょっとその辺は私も悩みつつ、なるほど、ところではある、うん、だからちょっとね、やっぱりやめた方がいいのかなと思ったこともあるんだけども、はい、やめてしまったではそれまでだし、やっぱりそれを続けながら、なかなかその写真を提供してくださらない方にも伝え続ける、どうですかって何でもいいんですよ、なんかこう写真もしよかったら持ってきてくださいねって声をかけ続けてはいるという段階です。ちなみにどれぐらいの割合の方が持ってきてくれたり、ね、その反応があんまりっていう方いらっしゃるんですかね。ね、はい、半分も持ってこないですね。半数にも至らない。半分の方持ってきてくれるんですね。そうですね、半分じゃ、すごいことですよね。あ、そう思う、うん、すごい。あ、そう捉えてくれると嬉しいですが、ね、まあ、捉え方によっては半数弱なのか、はい、やっぱその半分で20名のうち10名以上の人は持ってこないわけだから、でそれがやっぱりたくさんいるなっていう感じ方もね、もしかしたらあるかもしれない、ね、あ、ただこう人の気持ちの変化っていうのがあって、その何か起こった時にすぐに反応する方と、またそれを見ていて、あ、悪くないなと思って行動し始める人がいて、でそのすぐ動いた人と悪くないなと思って動いた人が楽しそうにしてるのを見て、さらにそこから、じゃあ私もやってみようかなっていう時差があるんですよ。タイムラグが発生してくるので、とは言っても、今すぐには結果は出なくても、じわ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 って心の中に変化が起こってるっていうのもあると思うんですよね。で、それが、ね、形になるのが今年のうちなのか、うん、それとも、まあ、今年のうちだと嬉しいですけどね。そうね、うん、でもそれ以降のことであっても、あ、こういう先生がいて、こういうアプローチがあって、何かあったらやろうと思ってたけど今年はやらなかったから、次の時に、あ、今かなって思ってやるかもしれないですよね。そうですね、うん、なんか大事なのは、その保育者が自分からやるその一線のハードルみたいなところがあって、ここまではやるけどここから先はリスクがあるんじゃないかとか、でもちろんリスクって何でもあるんですけど、リスクがあるからやらないのか、やらないと変わらないんですよ。確かに、うん、でもリスクがあるのを踏まえた上でも、その責任は何かの形でも取ったとしても、チャレンジしたことによって生まれた結果があるわけですよね。ここをいいよって言ってくれた園長先生も器が大きいと思いますし、はい、私はちょっと思ったのはね、雅子さんはそれをやるけども、それをやらない先生とのその温度差が園内で起こることの懸念なのかなって思ったんですよ。あのクラス、うん、あの雅子さんのクラスは楽しそう、積極的、あ、はい、だけど他のクラスはやってくれないのよね、うちのクラスはっていうのが出ると困るから、園長がそもそもやらせないってこともあるんですよ。だけどそこをいいわよって言ってくれたっていうところが、園長先生よく許可してくれたなって思いますし、そうで
そういう自主的な保育者の動きを支援する上司っていうのがやっぱり大事なんですよね。そうですね、大事なことだと思います。保育園ってどうしても、なんていうのかな、まあ、男女っていう区別でものを言ってはいけないんだけども、はい、まあ、女性の多い職場のだからなのかな、ちょっとあの、まあ、関係ないかな、男女関係ないかな、あの0歳から6歳まで、はい、5歳まで6クラスありながら、なんか全然みんなクラス違う、担任も違うのに、なんかみんな同じっていう傾向があったり、みんな違うことをやってるんですよ。全然子供のカラーも学年によって違うんだけども、なんかでも同じっていうのは、それこそ今梅ちゃんが言ったような、なんか他のクラスとはちょっと違うことはしづらい、やっぱり羨まれてもなとか、なるほど、来てでもうちはできない、嫌だなとか、なんかその足並み揃えないとやりづらいっていう、そういうカラーはあるかもね。なるほど。でもなんか本当にもうみんな違ってていいと思うし、本当にしっかりきちっと物事正確な先生もいれば、すごく割とアバウトでなんか行き当たりばったりの先生もいれば、なんか本当にダメダメな感じがすごくいいような先生もね、もういろんなクラスがあっていいと思うんだけど、なんかそれって難しいのかなって、本当保育園の課題なのかなとちょっと思ったり、ね、もっと個性があっていいと思います。先生の数だけ個性ってあるはずですし、その先生とそこにいる子どもたちの個性でクラスのカラーってなってきますしね。そうそう、いろいろあっていいと思いますね。ね、で子どもと一緒にその保護者も様々あって、保護者と子どもと保育者のその3人の生み出すカラーみたいなものがクラスのカラーになってくるとかありますよね。確かに。それを楽しめるというか、こうアプローチしたらここでこういう反応が起こった。じゃあ次はどうするみたいなところを、なんかこう粘土をこねこねしながらね、楽しんでるような感じが雅子さんからすごい伝わってきたんです。あ、そうですか、嬉しいです。まあ、私本当もともと人付き合いはすごく好きなので、はい、あれ保護者とはつい友達みたいに喋ってしまうんですねそれは NG だよって割と聞きながら言われながらも、はい、もういけないいけないと思いつつ、お母さんお母さんってでもやっぱりなんかね、ちょっと仲良くっていうのかな、親しくなりたいなって思いがあって、で先生とその保護者の方がこううまくいってるからこそ子どももすごく嬉しいじゃないですか。そうなんですよね。ここがやっぱりポイント。ママが先生のことを信頼してる、ママが先生のことを大好きっていうのが子どもはきっと嬉しいと思うんですよね。そうですね。まずはやっぱり梅ちゃんの言う大人の輝く姿、大人の人間関係の良さっていうものを子どもたちに伝えていきたいですね。本当ですね。その背中をね見て子どもって空気感をね感じますからね。もうすごい感じるから。そうなんですよね。ね、そういうのを一緒にこう作っていくっていう姿勢があると、やっぱ親御さんの方にも変化が起きますし、あとやっぱその親御さんの変化ってどこから来るかっていうと、おそらく子どもの反応から、保護者も子どもが楽しそうだからこの先生いい先生なんじゃないだろうかって思うんですよね。だからいい保育をしていて子どもたちと一緒に楽しんで、でそこに保護者も置いてけぼりにせずに巻き込んじゃうっていう、保育祭りに巻き込んじゃうっていう。そうですね。ね、だから必ずあの行事の取り組みなんかでも、はい、ここはママやパパにはまだ内緒だよとかっていう風に子どもたちに投げかけるんですよね。もうワクワクして余計に言いたくなるんです。言いたくなりますね。喋ってしまうんですね。でも喋っていいんですよ。何とかね、これはね内緒なんだけどねって言いながら保護者と一緒に家庭で会話をしてくれるんですね。でまた保護者からその報告が来て、あ、そんなこと言ってる。
ケーションが取れる。ああ、すごくいいですよね。すごくいいですよね。子供を使って走らってます。そうなるのを見越した上で働きかけてますからね。はい、そうです。やっぱりみんなで楽しみたいじゃないですか。みんなで楽しみたいですよね。ああ、本当にもうせっかくね、行事も夏祭りだ、運動会だ、夕涼み会だってもいろんなことがあって、もう本当に大変なんだけども、同じやるならやっぱり楽しみたいし。そうですよ。ちょっとでも多くの人、たくさんの人を巻き込んで楽しみたいですね。みんなで楽しみたいですよね。みんなでもおじいちゃんおばあちゃんもみんな。そうですよね。いかに巻き込めるか、いかに楽しめるかっていう、その何ですかね、アイディアとか、こうやったら楽しくなるんじゃないかっていうのって、まさこさんどっからひらめくんですか。なんとなく。なんとなく。でもね、結構やっぱり、まあ、私も今年長の担任なんだけども、はい、少しずつやっぱり考えますよね、保育のことをね。ああ。でもね、もう今年はもうエルマーの冒険から始まったんだけど、それの読み聞かせをまず始めて、そこからエルマーの地図を子どもたちと一緒に書いて、うちの園庭の中に見立てて、この部分はエルマーの動物島だよ、この裏の畑はみかん島だよっていうふうにね、地図を書いて、でそういうのを始めて宝探しをやって、それを保育参観に取り込んだんですね。あ、それは素敵な流れですね。そったらもう保護者も一緒にもうエルマーエルマーになって楽しい。何かともうそれで、夏祭りもおみこしを作るのに、そのエルマーの竜のおみこしを作ったんです。あ、ちゃんとつながってるんですね。必ずやっぱり つなげていく、そういうプロジェクトっていうのはすごくこう、 うちの園長も大事にしてるので。なるほど。連続性を持ってやってはいますね。その中に保護者が入ってきて、一緒に、あ、もう次は何をやるんだろう、何が起こるんだろう、どんな展開が待ってるんだろうっていう感じで、みんなで楽しむっていうこと。あー、いいですね。そういうことを常に考えてます。みんなで楽しむにはどうしたらいいだろうかっていう問いを持ってる。そう、それをやっぱり今までの先輩のやってることからヒントをちょっと見つけたり、はい、あとはうちの園長が経験、あの保育士、もともと保育士なので、はい、園長からヒントをもらったりっていうところが多いですかね。なるほど。やっぱりもう人から盗むのが一番かな。盗んでそこから自分でちょっといろいろ色付けをしていくっていうのが楽しいかな。楽しいですね。なんかもしかすると今聞いてて思ったんですけどね、各地でその保護者との温度差に悩む保育者さんがたくさんいるんですけど、はい、もしかすると子どもと自分のクラスだけで完結してるのかなって。ああ、それもあるかもね。あの、働きかけても帰ってきにくいからっていう諦めがあるって最初おっしゃってたじゃないですか。はい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 。その諦めのところでちょっとこう、透明なシャッターが降りてるのかなって。そうですね。無意識のうちにね。無意識のうちに。落ちてるのかもしれないですね。確かにそれはね、あの寂しいことですし、働きかけても帰ってこないことで心細くなっちゃったり、で先生自身も傷ついてしまったりっていうことはあると思うんですけどね。そうですね。なのでとにかく保育の中に保護者を巻き込むために、日々子供に、はい、じゃあこれママに聞いてみてとか、あ、なるほど、一つでも今度カレーを作るよ、カレーって何を入れるんだっけ、どうやって作るんだっけ、でまあ年長となればもう随分自分の経験もあるので、いろいろのをさらに奥深く、じゃあどうすれば美味しいカレーができるかなとか、ったもの入れてみようよとか、じゃああなたたちのママやパパはどういうカレーが好きなのかな、どんなもの入れてるのかな、ちょっと聞いてきてよって、そういうふうになってあげると、子供が必ずその宿題をしてくるんです。おー、子供に宿題を持たせるっていう、ママに聞いてきてと。いいですね。すると、ああ今度カレー作るのかとか、
そういうふうにちょっと考えますよね、親もね。考えますね。あとは、親御さんの出番を作るっていう感じもしますね。そうですね、さすが梅ちゃん、その通り、その言葉バッチリ。出番。そう、子供はもちろんだけど、親にも出番がないとダメですね、考えればね。そこですね。親のステージを用意してあげてないんですね。あ、そういうことか。ステージを作ってあげれば立ってくれるはずです、きっと。親のステージを作るんですね。そうです、確かにですというね。あ、大事ですね。子供がみんなこう子供、子供、子供の幸せを、うんうん、子供の最善の利益をって言うけど、やっぱり親だって主役ですよね。そうなんですよ。ならなかお母さん楽しみましょう、もっと楽しんでいきましょうよっていう、お母さんだってまだまだお主役で、そうです、ね、一人の人間としてまだまだ輝いていけるわけだから、お母さんにスポット当てましょうね。そうですね、うんうん、お母さんもそうですし、お父さんの巻き込むとかは何かやってらっしゃいます？ああ、私はね、具体的にはないけど、前に行って、はい、パパ会っていうのをやってましたね。ああ、パパ会、うん、なるほど、なるほど。パパの参加にするっていう。なるほど。確かに確かに。それはそれでね、やっぱり保育士側もちょっと緊張したみたい。お父さんだからね。緊張しましたか。お父さんたちもどうしていいかわからないようなところがあって、はい、なるほど、ね、やっぱり基本的に子育てってやっぱり女の人の仕事っていう概念がまだまだあるから、パパばっかりを呼んで、その中でじゃあ手遊びしましょうね、触れ遊びしましょうねって言っても、やっぱりちょっと恥ずかしいよね、お父さんもね。だからそういう課題はありながらも、やっぱりやるだけの価値はあったみたいですね。なるほど。ちなみに今私が関わってる仲良し保育園っていうところでは、保護者会の出てくる人がお父さんなんですよ、基本的に。保護者会はお母さんのものってどっかで私たち思ってるんですけど、お父さんが役員なんです、全員。で、それをお父さんにお願いをして、お父さんやってください。そうです、そうです。お父さんですよって。なので、集まってくるのもお父さんで、夏祭りを作るのもお父さんたちなんですよ。そう。この間も夜会議があって、実際にその打ち合わせをみんなで夏祭りをしたとき、夏祭りの打ち合わせをしたときに、会場に仕事が終わったお父さんたちが続々集まってきて、で何の係やるんですかみたいな、ヨーヨー係ですとか、じゃあ自分はこういう焼きそば係ですとか、なんかそういうお話をして、それこそやっぱりお父さんの出番を作ってたっていう、それをね、受け入れる先生がいるっていうのもすごくいいなと思ったんですけどね。やっぱりその仕組み作りなんですかね、親御さんが参加しやすいような。そうですね、仕組みって大事ですね、やっぱりね。大事ですね、そうね。お父さんへの働きかけはやっぱりまだまだちょっと弱いかもしれないですね。なんか割と多くの園がお父さんはちょっとこう会話外になりがちなところがあって、決まってますよね、出てこられるのはね。そうなんですよね。で、お父さんはね、やっぱりこちらも若干声をかけづらいっていうのは正直ありますね。ああ、どうなるだろうなと。お母さんにはお仕事休んでよっていう思いがあるんだけど、お父さんにとっての思いはやっぱりちょっと、ああ、どっちもありですよね。なんかちょっとそれはあるかも、もしかしたら私たちの中にも先入観がどっかであるのかも。ありますね、遠慮とか。それこそその忙しいっていうふうに言われてしまうと、忙しいからじゃあしょうがないのかなっていうふうに引いてしまうところもあるのかもしれない。これはお父さんお母さんに関わらず、忙しいっていうワードは何なんですかね、あれ。何のワードなんでしょうね。なんかね、あれですね、本当に忙しいっていうふうに捉えた方がいいのか、今はまだ準備ができてませんよっていうふうに捉えた方がいいのか。雅子さんは忙しいって言われても飛び込んだわけですよね、お母さんにはね。ね、
ここはお父さんお母さん関わらずっていうところで言うとどうです？やっぱりお父さんにはちょっと飛び込みにくいかも。あ、うん、そこはもう触れなくていい。忙しいっていう人がいた時に、忙しいっていう言葉をやっぱりそこでシャッターをお互いに下ろしてしまうとお母さんもいけないじゃないですか、それ以上。でも雅子さんは忙しいとかこうちょっと理由があったとしても理由に左右されずに新たなそこから取り組みをまた続けていったわけですよね。そうですね。うん、それはお父さんの方にもやっぱり枠を広げていくことでまたちょっと新しいステージがあるかもしれないですね。これは逆に新たなトピックが立った感じはしますね。そうですね。ね、うん、そうですね。今私もイクボスの養成講座にこの間まで通っていて、で家庭が豊かになっていくためにはお父さんもお母さんも両方育児に参加をすることが大事ですよって、で家庭生活をもっと豊かにすることが人生の豊かさにつながっていきますよっていうことで、この方針国からも降りてきていて、でお父さんはそれを頭では分かってるんだけれども、でも職場の中での働く体制が変わらない、やるべき業務が変わらない中でなかなか家庭の方に戻ってくるとかその時間が取れないっていう背景があると、うん、なのでその育児をしているような部下がいるボスはリーダーはそういった部下が家庭に戻りやすいような仕組みを効率化を図るなり、いろんなこう業績は上げるけどもその時間の配分を工夫するようにするとか、なんかそういう思考の転換が必要ですよっていうようなことをみんなで考える講座だったんですね。もしかするとそういう流れが広がってくるとお父さんも家庭に一緒に保育とかに関わりやすくなる流れが来るのかもしれないですね。そうですね。保育は大事な役割ですね。大事なとこですよね。でも本当に明日からでもできそうな気がするね。明日からでも。もうただやってなかっただけで今まで。勝手な決めつけがあっただけで、全然明日からでもできることだなと今思いましたね。だって保育園なんて本当にお父さんの出入りは多い。多いですよね。よね。確かに。やっぱりご夫婦で協力し合って。でないとやっぱり当然お互いに働くことができないし、保育園にも取り入れるわけだから、結構やっぱりお父さん朝はお父さん、夕方はお母さん、確かに確かに、そうここのおじいもシフト制でやってるんだなって、そうですね、協力しちゃってやってるんだなっていう感じがあるから、そういう時にお父さんにもっともっとお母さんにしてたアプローチをすればいいだけのことですよね。そうですね。私の勝手な思い込みでしたね。はい、ちょっと気づきがありました。あら楽しみなことになってきましたね。お父さん巻き込むって今までお母さんにやってたのと同じアプローチがもし、まあ、違う形でもあるとしたらどんなことできそうですか？違う形、うんうん、お父さんならではの形があるとしたら、まあ、カレーの作り方はお父さん人によるかもしれないんですけどね。なんだろう、お仕事についてとかね。あー、いいですね。お父さんってどんなお仕事なんだろうっていう、まあ、そんなお話を保育の中で取り入れたり、面白い、うん、聞いてきたことを、でその時にお父さんに会った時に、うんうん、ね、お子さんこんな話されましたとかそういう投げかけをして、いいかもしれない。それのお掛かりでもいいですね。なんかそれこそ聞いてきた話を子供が絵に描いても面白いかもしれないですよね。いいですね。なんか物を見せながらこれですよみたいな、うんうんうん、そうですね、あ、それもいいかもしれない。いいかもしれない。でも考えてみれば子供ってやっぱりお父さん大好き、お母さんもだけど、お父さんとの時間は若干ちょっと一緒にいる時間が短い分、その分やっぱりお父さん好きですよね。短いからこそね、うん、大好きですよね。そう、で、僕はパパとお出かけするんだとか、これ出れたんだとかね、そうですね、なんかちょっとあの、パッて作ったあの輪ゴムを引っ掛けて飛ばさない鉄砲とか、そういうのを持ってきたりとか、うちのパパ爬虫類が好きでトカゲとなんとかを飼ってるんだよとかね、結構パパの話題ってありますね。ありますよね。
アプローチするトピック、うん、そういうネタはいっぱいありますね、考えればね。おお、広がりますね。広がる。そういうとこからね、聞きましたよ、お父さんって、ね。それでいいんですよね。いいですよね。それいいですよね。うん。まあ、じゃあ、そんなやってみます。そうですね。なんか例えば私も遊びの中で子供たちが2歳の子がね、ゴクッゴクッゴクッって飲んで、ああうまかったって言ってビールおかわりって言ったんですよ。でその時に、あれビール飲んでるのって言ったら、うん、パパがお家で飲んでるって言って、好きなんだねって言って、でお迎え来た時に、お父さんこの間ねって言ってゴクッゴクッゴクッって、ああおかわりって言ってたんですよって言って、あ、それ僕の言葉です、あ、やっぱお父さんだったんですねって、すごい可愛かったんですよって言うと、いやーって言いながらいろんな話を聞かせてくれたりとか。いいですね。私も出身が関西だから、はい、関西出身のお父さんって意外にいるんですよね。あ、そうなんですね。そういうところで時々話がちょっとこう気があって盛り上がる時があります。なるほど。やっぱり自分の出身地、故郷の話っていうのはね、ああ、お互い嬉しいですよね。うん、そういうのももっともっと使ってもいいかもしれない、うんうん、子供とその保護者がもっともっといい関係で、さらに保育に一緒に楽しむ仲間になれるようにっていうところで、いろんなアプローチができるのかもしれないですね。そうですね。本当にもうたわいもない、どうでもいい話っていうのがやっぱり必要ですね。そうですね。子育ての場所だから、子育ての悩みとかそういうことばっかりに こだわりすぎてしまってるのもなくて、ね、お母さん最近どうですか、お父さんどうですかっていう、そういう、 もう漠然とした話本当に大事なのかなって、そこから何気に広がっていく場合がありますよね。あ、確かに確かに。だから実は先生にこういうこと話したかったんだって、そういう切り口から心を開いてくださる方もいらっしゃいますね。あー、面白いですね。うん、だから実はちょっとお家の方がうまくいってなかったんだとか、最近ちょっと出てねとか、ご夫婦間の話とか、そういうちょっと深い話までなることもありますね。あー、そういうことが実は大事ですよね。うん、そういうことを受けてやっぱり子供もね、日頃の姿があるので、そうですね、そういう思いが一緒に携わって考えていけるっていうのはとっても嬉しいことですよね。そうですよね、うん、子どもの心にね、そういうやっぱりこう波が出てくる時もありますしね、うん、はい、そういう時もね、いろいろとお互いに協力し合えるパートナーでもありますし ね、うん、ね、ですね、うん、きっといろんなその保護者がいる中で立ち位置も様々なんですけれども、でもみんな多分どこかでもっと助けてほしいなだったり、もっと何かきっかけがあれば近づくなりたいなってどっかでは多分思ってるんですよね。はい。ただそれが表面的にはうまくこう出てこなかったり、忙しいから時間が奪われるのが嫌だっていうふうにどこかで思っていて、ちょっと距離を取ってたりするんですけども、なんかそのきっかけが作っていけると心の距離が近づいていったり、結果的にお互いがいい関係になることによって楽になるってところありますよね。ありますね。ね。やっぱりこの人きっかけ欲しかったんだな、喋りたかったんだなっていう人いらっしゃいますね。ああ、なるほど。はい、それもうお迎え来て、はい、さよならありがとうございましたで、ね、ピシャッと扉閉めて帰られるんだけども、実は話したかったんだと。はい、そういう方もいるから、どんどんやっぱりこっちから一言声をかけるっていうのはすごく大事。あ、なるほど。その一言で広がっていくし、一言ですね。実は話したかったと、じゃあちょっとこう個人面談を設けてもいいですよっていうふうに投げかけたりもするんですよね、うちの場合。確かに。うん、でこう時間を作って面談をする。そこでいろんなことがこうたくさん出てきてっていうこと、はい、で、うん、やっぱり、ね、そういうチャンスをたくさん与えてあげないとなかなか心を開くにも開けないですね。そうですね。
また心を開くっていうこと自体が社会人として生活をしている中でなかなかする機会がないことだったりしますよね。ないですね。ね、むしろその自分の与えられた仕事をまずこなしなさいと、弱音吐いてる暇あったら仕事をやりなさいっていうようなところってありますからね。ね、でそういう中で保育園の先生に心開くって結構ハードルが高いことだと思うんですよ。そうなのかな。うん、実は。そうかもしれないね。うん、ね、その勇気を持てるような歩み寄りを保育者の方からしていくっていうところが大事なのかもしれないですね。そう思います。こちら側が保護者の方に対して忙しいだろうなと思う。でも向こうも思ってるんですね。向こうも思ってる。確かに。忙しそうだからいいやっていう。なんかやっぱそれはこちら側のね、絶対やっぱりいけないところで。なるほど。で一言声をかけてあげるっていうことが大事ということ。あとはもう本当、もう先生と親っていうよりも本当人として対等に合いますよっていうのをなんか伝えられるようにしていきたい。ね、うん、別に先生が偉いわけでもない、先生の言うことが正しいわけでも何でもないわけだから、まずは対等に人として年齢も関係なく付き合いたいと私は思いますね。保護者と先生って立ち位置ではあるけれども人と人との出会いがそういう関係性だったっていうところで、子供を真ん中に置いて、その一緒に手をつないでいく仲間なんですよっていうところですよね。そう思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ心のシャッターを開けて開けてオープンにみんなでやっていきたいですね。やっていきたいですね。じゃあ最後に一言、はい、雅子さんからちょっとこう振り返りをいただいてこの場を締めていこうかと思うんですがなんかいろいろ喋った ね、いろんなこと喋りましたねはい、そうですね。ねえ、まあ本当に人と同じでなくてもいいっていうところ、そういう話が大事だなと、はい、なので本当保育者として保育者はこうあるべき、そういうものは何もなくていいとは思います。まあ本当自分がそんな間違ったことさえしていなければ、本当にね、一肌二肌脱いで、もう人として対等に付き合っていく。なるほど。子どもの人生の一環に携われる、すごい素晴らしい仕事ですよね。素晴らしいですよね。まあ、そこをやっぱり近く自覚をしてやっていきたいなと思います。どうでしょうか、皆さん。いいと思います。ね。ね。どうでしょうか、皆さん。自分に置き換えて考えてみると、もしかしたらその役割にとらわれていたり、言葉にとらわれていたり、表面的に起こってくるその出来事にとらわれてしまっているところはあるかもしれないんですけれども、実はもっとできることあるかもしれませんよっていうところですね。そうですね、うん、はい、はい、ぜひこれをきっかけにまた保育をいろいろ考えてみて、見るきっかけになればいいなというふうに思います。はい、はい、はい、本日は雅子さんどうもありがとうございました。ではでは、また。はい、おやすみなさい。